はい、みなさんどうも、はい、みなさんどうも、これちゃワンディアンのゆうぽんです。はい、今回ですね、シャーペンアット、今回バングッドを紹介していきたいと思います。4点紹介していきたいと思います。では、紹介していきたいと思います。まず最初にこちらのドラゴンフルーツのスクイーズになります。あ、そういえばね、いつだけかドラゴンフルーツ的なのを見かけたスーパーで、こちらのお一つのお値段671円になります。安くない？結構安いじゃん。このデカさで600円、安い。こんな感じです。ドラゴンフルーツなんかいるわ、寝てる。裏こんな感じ、大きさこんな感じ。でもなんかすごい低反パーツ。美味しいのかな、ドラゴンフルーツって。美味しいなら食べてみたいけどね。すごいムニムニして低反、あ、痛い。殴られた、なんか電気の線に殴られた今。こちらも多分ね、もう持ってる方もいると思うんですけども、スクイーズの、まあ、こちらガチャガチャにあったミニパンか、ミニパンマスコットのツリーのバージョンです。コッペパン、こちらのねセットのお値段1231円になります。で多分ねこんな感じ。はい、ではね、開けていきたいと思います。あ、やばいやばい、あっちょまず最初にカレーパン、ゆっくり煮込んだ、じっくりコトコトじっくり煮込んだカレーパン、卵蒸しパン、ふわふわ卵蒸しパン、コッペパン、ふわふわ&もちもちコッペパン、これめっちゃお気に入りで、ふっくら食パン。まず最初にカレーパン紹介していきます。こんな感じ、高反発、匂いは特にしないです。でね、この一つ一つの質感がすごいいい。この質感が。続いて卵蒸しパン、こんな感じ、ワンと比べたらなんか低反、高反発かなと思う。なんかよく見たらここハゲてた、なんということでしょう。硬いな、これめっちゃ硬い、硬くて押せないよこれ。あれ、コッペパン消えた。おーい、コッペパン、あれれ、あれ、コッペパンが消えた。ちょっとなんか、カッタが消えた。カッタが消えました。これはね、これも高反発です。これはまあまあ低反発。あ、低反発ではないか、高反発か。でもしっとりしてる。はい、では続いてこんな感じです。なんか開いてる。こちらのメガネをかけてる猫ちゃんで、値段が1836円から1612円になりました。キャット、キャットですよ、キャット。こんな感じ、かわいい。でもなんだろう、このあざ的なやつ、匂いがなんかイチゴの匂いする。こんな感じ。ああ、続いて最後です。14センチのキッテン猫ラブハートのスクイーズになります。2種類あるのかな。私がね、持ってるのはこちらの猫ちゃんのハートは濃い方です。なんか薄い方と濃いものがあるんですけども、私はこの濃い方の、ピンクが濃い方のものになります。
カレカノですかね。リア充です。プラを1つ1388円になります。こんな感じ。わあ、めっちゃ可愛い。これほら、ちょこんと、うらうら、かわいそうかわいそう。これ何、彼氏か、彼氏これ彼氏かな、彼氏ですかね。色合い的にご飯炊けたのか。はい、ということで今回はこの中に乗りたいと思います。ぜひ皆さんもバンズットの方でスクイーズを購入してみてください。気になったスクイーズがありましたら、ぜひよかったら概要欄から購入してみてください。ではよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter、Instagram、LINE LOVE、ニックチャンネルの方もフォローよろぽんです。ではおつぽん。